はいどうも、トスクチュートレンのつくもです。ということで、アクチュームの青写真パート39、続きからやっていきたいと思います。小豆の待っているテントに着いた時にはもうすっかり日は暮れていた。小豆はお酒ですでに頬を赤らめてぼんやりと星空を見上げていた。ああ、先に飲んでる。ああ、ピーチキャンディー。なんでよ、乾杯してから一緒に飲むんでしょ。私朝から我慢してたのに見ろよピーチ、この星空を。一体何粒あるんだろうな。星を粒で数えてる。斬新。そうだよな、私たちなんてこの広大な粒々の星の光に比べたらちっぽけな粒々だよな。言いたいことはわかるけど、なんか微妙にニュアンスが違う。私も飲む。カナ君、お肉焼こう。お肉。マジ最高だわ、大自然と肉とビール。よかったね。そうだよ、大自然はいつだって最高なんだよ。あずきは知ってたけどね。お願いだから今日は吐くまで飲まないでね。テント1個しかないんだから。誰が吐くか。あずきは一度飲み込んだものは決して吐き出してこなかったでしょうが、そうやって生きてきたでしょうが。あずきはいつでも楽しそうだね。楽しくねえよ、抗議してんだよこっちは。ほどほどにしときなよ、明日また今日と同じ荷物担いで帰るんだからね。合ってるよ、お前は私の親か。キャンプ場のプランについていた食材を焼き終えて、火を消してから、僕たちはテントに潜り込んだ。酔っ払った小豆は寝袋を開きもせずにそのまま倒れ込んだ。キャンプ最高、ピーチもキャンディーも好き。寝る。めんどくせえ酔い方するな毎回。スモモは苦笑いを浮かべながら言った。小豆、そのまま寝るの？着替えないの？いいんだよ、キャンプなんてそのまま寝てそのまま起きてそのまま帰ればいいの。まあ今日くらいいっか、私もこのまま寝ちゃおっと。スモモが僕を振り返る。狭いテントの中でスモモの髪が流れるとふわりと桃の匂いが香ってきた。シャンプーだろうか。私小豆の隣だと安眠できないから、カンナ君が真ん中ね。え、僕が壁になって、キャンプ初心者の私の安眠を守って。脳裏にいつか小豆が柱のようなゲロを僕の上にかました日のことが浮かんだ。小豆を見下ろす。寝袋を抱き枕のように抱きしめて気持ちよさそうに眠っている。今日は大丈夫だろうか。ほいほい、カンナ君、こちらにどうぞ。スモモは小豆と反対側に腰を下ろし、テントの真ん中あたりをポンポン叩きながら言った。特等席ですぞ。僕は二人の真ん中に座り、そのまま仰向けになった。楽しいな。カンナ君も楽しい？僕は仰向けになったままスモモの方に顔を向けた。スモモは自分の腕を枕にして僕に微笑みかけていた。僕はその微笑みを見つめ返しながらうなずいた。楽しいよね。よかった。カンナ君なら絶対いい写真撮れるよ。そんなに焦らなくても大丈夫、大丈夫。焦るよ。パラエス彗星は76年に一度しか来ないんだから。でも他にも撮るものいっぱいあると思わない？ほらほら。スモモが大きく見開いた目で僕を見つめる。スモモのこと？うんうん、私のこともっと撮ってよ。私カンナ君に写真撮られるの好き。だから大丈夫、大丈夫、そんなに焦らなくて大丈夫。スモモ、僕は身を起こしてスモモの寝袋を広げ、
横に向いているスモモのお腹あたりまでその寝袋をかけた。こうして見るとあんま年上って感じがしないな。あだ、一人でつぶやいた直後に背中に小豆のかかとが落ちてきた。誰が豊島だ。確かにこれはひどい寝相だ。お腹も丸出しだ。あまり意味はなさないだろうが、僕は小豆にも寝袋をかけてあげた。だがその直後に小豆はその寝袋を足で払いのけた。暑いのね。スモモの寝息と小豆のいびきが左右から聞こえてくる。すごいないびき。スモモの方からは柔らかで甘い桃のような匂いが、小豆の方からは僕がいつも使っている石鹸にほんのりタバコの苦みが混じったような匂いがする。二人とも大きな胸の膨らみの間に肌色の谷間を覗かせている。僕は確信した。今晩は絶対眠れない。絶対に。そりゃね。僕は身を起こして入り口のジッパーを開いた。スモモの言葉がまだ頭から離れずにいる。確かに今日僕は写真を撮っていて全然楽しくなかった。どうしてだろう。スモモの言っていたこと、撮った時の自分の気持ちなんて考えたこともなかった。プロのカメラマンになれば写真に写ったものだけで判断される。だから何をどう配置するか、どう光をきれいに映すか、そんなことばかり考えていた。今まで撮るのが楽しかった写真、そう考えて僕は石波で撮ったあのスモモの写真を思い出した。あの写真を撮った時は心の底から楽しかった。みんなが気づいていないスモモの魅力を僕だけが引き出してという気持ちよさも、僕は同じような気持ちを星に対して持っているだろうか。母さんほど強くハレー彗星を待っているだろうか。母さんやアズキほど強くハチマルを愛しているだろうか。僕はテントに潜り込んで一眼レフを手に取った。夜のキャンプ場は暗い。懐中電灯がないと足元すら見えないほどだ。都会がいかに明るいかを思い知らされ、電波食いがあって科学への依存を減らしていると言っても、僕らはやはり文明の中を生きている。空には尾を引くほうき星の姿があった。僕はそこにカメラを向けた。1枚、2枚、何度もシャッターを押してその姿を写真に収めた。あの時のような高揚感はやっぱりない。僕はため息をついてまたテントの方に歩き出した。見慣れた真っ白な天井が視界に入った。ヨナギ。僕は身を起こした。ヨナギも自分のベッドの上に身を起こしていた。おはよう。うん、食事にしますか。先に写真撮りたいな。写真。ヨナギがうなずく。ダメ。写真って言ってもまずはカメラが。用意はできます。レクリエーションルームにあるもので写真を撮ることはできる。ああそうなんだ。僕は出雲から夜凪に線を戻した。どこか撮りに行く。夜凪がうなずく。やった。どこがいい。外。外がいいな。外か。外ってことは屋上かな。いつもが、うなずく。じゃあ行ってみよう。うん。わあ。
小さなデジタルカメラを持った柳は屋上をトレトレとかけていた。カイト、綺麗だね。柳は丸く切り取られた空にカメラを向けて写真を撮った。ディスプレイに表示された自分の写真を見て満足そうに微笑む。丸い空、あー。柳は僕にカメラを向けてシャッターを押した。そして撮れた写真を表示して僕に見せた。カイト、うん、あー。柳が楽しげに出雲に駆け寄り、出雲の写真を撮る。そのままリープ君にもカメラを向けてシャッターを切った。いつもリープ君、おお、撮って撮って。そう言って夜凪は僕にカメラを差し出した。僕でいいの？夜凪が楽しげにうなずく。夜凪は屋上の端の方にかけていき、片手を腰に当ててポーズを取った。撮るよ。かわいいですか？かわいいです。やったー。見せて、見せて。ヨナギが僕に駆け寄ってくる。僕はヨナギにカメラを差し出した。なかなか上手ですね。ありがとう。でも、まだまだですね。ごめん。いいの、いいの。もっと撮って。その後、写真を撮り合ったり、表情を変えない出雲の写真を撮り続けたりしながら、時間が過ぎた。うん。柳、どうした？お腹空いた。食事にしますか？柳がうなずく。戻ろうか。はい。食堂に行くと、出雲がいつもの料理を作ってくれていた。僕と柳は座り慣れた互いの席に座って、スプーンを手に取った。うん。僕は黙々と食事する柳を見つめた。勘違いではない。柳の知識、知能、認識能力、判断能力が上がっている。そして柳の思考はどうやら僕と柳の見ている夢に出てくる人物の人格と連動しているように思える。僕たちが見ているのは柳の記憶なのか。食事を終えた後、柳はシャワーを浴びてからベッドに横になった。もう出雲の手助けもいらないらしい。できることが増えている。カイトもシャワーを浴びますか？うん、そうだね。着替えの用意はしておきます。次の夢は今の続きか？いつもがうなずいた。今の夢が結末にたどり着いた時にもう一度夢を選び直すことになる。今度は残りの2種類から選ぶことになります。わかった。シャワーを浴びてから寝るよ。出雲はうなずいてリープ君と一緒に部屋を後にした。はい、というところでちょっと短めなんですが、今回はここで以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。